くんです。いつも感じた話から始まりますよ。パッチが何かやってる？はい。パッチがペレット集めてる？はい。それとも遊んでる？はい。はい。疲れたかな？深夜2時ごろ、ミルクを少し飲んで眠ってしまったパッチ。愛しすぎてとてもケージに戻せません。1時間ほどして目覚めたのでケージに戻すと、どういうわけか歩きにくいのにこちらまで歩いてきました。目を開けないので混乱しているのでしょうか。疲れるといけないので寝床に戻しました。するとかぼちゃを食べ始めました。ゆっくり、ゆっくりです。朝の6時ごろ、新しいかぼちゃんを入れてやると、また食べ始めました。お仕事から戻るまで少しでも食べよう。夕方4時半ごろ、朝は少ししか食べず残っていたかぼちゃんを食べていました。そこで少しミルクを与えることに。そんなこんなでパッチ1歳2ヶ月を迎えました。見てくれてありがとうです。チャンネル登録して
遊びに来てくださいね。